おばあ様、大丈夫ですか？助けに来ました、女王様。クローディア、それにエステルさんも。ようやく来たか。待ちくたびれてしまったぞ。ローランス少尉、どうしてこんなところに？私の任務は女王陛下の護衛だ。ここにいても不思議ではあるまい。ふざけないでよね。いくらあんたが腕が立ってもこっちは3人もいるんだから。何こいつ、ずいぶん腕が立ちそうね。一体何者なの？情報部特務部隊隊長ロランス・ベルガー少尉、元両兵上がりで大佐にスカウトされた男よ。ほう、そこまで調べていたか。さすがは S 級遊撃士カシウス・ブライトの娘だ。外部には公表されていない先生のランクを知っているなんて、こいつただ者じゃないわね。お前のことも知っているぞ。ランク C 銀線シェラザード・ハーベイ、近々ランク B に昇格予定らしいな。あのおばあ様を返してください。もしあなたが大佐に雇われただけなのならもう戦う理由などないはずです。この世を動かすのは目に見えているものだけではない。クオーツ版だけを見ていては歯車の動きがわからぬように。え、心せよクローディア姫。国家というのは巨大で複雑なオーブメントと同じだ。人々というクオーツから力を引き出す数多の組織制度という歯車、それを包む国土というフレーム、そのありさまを把握できなければあなたに女王としての資格はない。面白い例えをするものですね。ですが確かにその通りかもしれません。まさかこの場で国家論を聞くとは思わなかったけれど。これは失礼した。陛下には無用の説法でしたな。なんかよくわからないけど、要するに女王様を解放する気はないってわけね。だとしたらどうする？決まってる、力ずくでも返してもらうわ。そうね、ここまで来て後には引けない。あなたからは敵意は感じられませんけど、おばあ様を取り戻すためなら剣を向けさせていただきます。いいだろう。ならばこちらも少し本気を出させてもらうぞ。金髪？いや、アッシュブロンドね。どうやらこいつ北方の生まれみたいだわ。北であるのは間違いない。まあここからそれほど遠くはないがな。え？お前たちが女であろうが手加減をするつもりはない。行くぞ。
今だ。光を忍び出る日で傷つきし翼たちを癒せ。リヒタクライス。驚いたな。まさかここまでやるとは。あんた決勝で手を抜いてたわね。あの時とは桁違いじゃない。こんな化け物によく勝てたわね。信じられません。エステル・ブライト、侮っていたことは詫びよう。お前ならあるいは父親の息まで達するかもしれん。だが今はまだまだだ。クローディア、エステルさん。陛下、それ以上は動かないでいただこう。死ぬような怪我ではない。その瞳、まだ若いのに大層苦労してきたようですね。女王よ、あなたに俺を憐れむ資格などない。ハーメルの名を知っているあなたには。さてと、そろそろ時間だ。お望み通り女王陛下は返してやろう。体操を止めたければ地下に急いだ方がよかろう。もはや手遅れだろうが。
無用な被害が広がるのを食い止められるかもしれん。地下に？まさかあの場所から地下に降りたということですか？今のあなたならばその意味が嫌というほどわかるはず。彼らを導いてやるといいだろう。それではさらばだ。